今起きてきて歯磨いたので次顔洗います。みんなまだ起きてきてないです。おはようございます。起きてから自分の部屋でいろいろしてました。気にしてきてと思います。今日はね、なんか顔がパンパンですね。めっちゃお菓子を食べてたのでマッサージしながらスキンケアをしたいと思います。水野が起きてこないのでちょっと起こしに行きたいと思います。あちらに見えますのが鈴木ゆずはです。ゆず起きないと準備間に合わないよ。ゆずもう6時半過ぎてるよ。おい、顔洗って歯磨いてスキンケアが終わりました。今から今日の衣装にチェンジしてヘアメイクをしたいと思います。今からスキンケアしていきます。スキンケアはナイトルーティンと同じめいちゃん、いいよ。まだもうちょっと寝る？起きる？歯磨きします。やっぱり顔を洗います。で、洗顔の泡立てるやつ持ってくるの忘れちゃった。今、化粧水して乳液の種ちょっといきます。ご飯食べます。これはツナマヨおにぎりです。ね、マリアちゃんちょっと来て。はい、しっぱながすいませんでした。いえいえ、ありがとう。待って、何時何分？49分。やば、あと1時間半なんだけど。最後、マリアもうメイク入ってるよ。期待じゃなくて顔も。カラコンつけて何分？やばいやばい。メイクが終わったので髪の毛をやっていきます。今日のこだわりは色ですね。今日チークをちょっと濃くしてリップをつけました。さっきふざけて眉毛にマスカラ塗ったらカチカチになって剥げるかと思います。アイラインは垂れ長の。マリアも今日ちょっと垂れです。垂れ、うん、垂れ目、垂れ目です。髪の毛やります。マリアも髪の毛時間がない。今日の髪型はチンヨランゴです。前髪を整えて、いつもだったらヘアアイロンするんですけど、でも今日はチンヤ団子なのでストレートにしません。しっかり根元から濡らしたら斜めにして、反対側にして、でこれを3回ぐらい繰り返したらまっすぐになるみたいなのを見たのでやってます。こうします。メイク終わりました。ハーフアップにしようかなと思っております。変化？もう難しいな。今からゆずはのツインヤ団子紹介。まず
毛を半分に分けます。半分に分けたら前のここの毛とこの遅れ毛を出します。スインテールします。終わりました。ハーフアップにしました。またね、うん、髪を巻きたいと思います。寝る毛先を口抜きにします。はい、口抜きに多分できたので巻いていきます。巻けたからほぐします。そしたら顔周りを巻きます。メイちゃんもうあのバッグ終わってるの？今メイね朝5時くらいに起きて終わらしてた。顔がむくんでるので耳に輪ゴムをかけてむくみを取っておきたいと思います。シャンブル、はい、大丈夫。 OK、 完成。今荷物整理してます。あと10分でここ出なくちゃいけなくて、あと10分でやばくない？だいぶやばいよ。はぁ、早く終わらせてご飯食べたい。これにはシライに灰を吐きます。終わりました。お腹すいた。あ、そうだ、マリアご飯食べな。え、みんな食べたんですか？ユズ食べた。めっちゃまだ食べてないです。めい、まだ食べてない。急いでご飯食べてます。うんうん、サンドイッチ。お腹すいた。さっき朝ごはん食べた。だからめいちゃんのだよね。食べないとこ。ごちそうさまでした。今日前髪失敗しました。準備が終わりました。はい、モーニングルーティンはこの辺でした。超バタバタでした。カツカツなモーニングルーティンでした。どうでしたか？初めての3人でのモーニングルーティンでした。結構ね、あ、ゆずはちゃん遅かったかもしれないけど、私たちすぐ早起きしたんですよ。うん、カプカプでしたね。いや、だって今終わったもん、準備。ゆずはちゃんの髪に練習して。しません。かわいいでしょ。上手だろ。かわいい。で、自分も髪巻いた。かわいい。やばい、できる女すぎる。すげえ。はい、ということで3人での初めてのモーニングルーティーンは皆さん見て分かる通りこんな風にカツカツのバタバタでした。はい、はい、いかがだったでしょうか？私のです。はい、忘れ物があったりと、うん、もうすでに心配なんですけど、これから次の撮影に行きたいと思います。レッツゴー、行ってきまーす。はい、ということで最後まで見てくださりありがとうございました。もしくはいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知音よろしくお願いします。バイバーイ。